自分で何とかしろよ。お前らより姉ちゃんの方が大事に決まってんだろ。強烈な暴風雨の中、息子を抱いて立ちすくむ私。覚えてなさい。激しい怒りがこみ上げてきた。私の名前は琴葉、30歳。管理栄養士として都内の学校で働いている。4年前に夫の誠と結婚した。誠は同じく都内の企業に勤めていて、二人で郊外の賃貸アパートで暮らしている。共働きでまだ子供もいなかったので、比較的自由気ままな暮らしをしていた。結婚して2年が経った頃、帰宅してきた誠が晩ご飯の支度をしていた私に声をかけてきた。なあ、琴葉、ちょっといいかな。どうしたの？もうすぐ晩ご飯できるから少し待ってね。そう答えた私を気にする素振りもなく、誠が続けた。いや、大事なことなんだ。実はさ、俺、来年から転勤することになったんだよ。え？そんな急に？転勤ってどこに？私は驚いて尋ねた。俺の地元の山形だよ。いや、山形って、そんなに遠くへ？そうなんだよ。それでさ、琴葉は管理栄養士だし、資格職だから、どこに行っても働けるだろう？もちろん、ついてきてくれるよな。私は少し返答に困った。確かに栄養士は、ありがたいことに働く場所を選ばない。資格さえ失効しなければ、働き口に困ることもまずないだろう。だからといって、今働いている場所のこともあるし、何でもかんでも融通が効くわけではない。だが、誠はすでに転勤の内示を受けてしまったようだし、私の都合などお構いなしに、話はトントン拍子に進んでいった。今の職場には愛着があって、辞めるのは名残惜しかったが、まだ結婚して年の経たない誠と離れて暮らすのも嫌だった。そう思った私は、勤めていた学校に退職の意思を伝え、誠についていくことにした。それから数ヶ月経ち、山形への引っ越しが翌月に迫っていた。荷物をまとめたり、不要なものを捨てたりしながら、私はずっと気になっていたことを誠に尋ねた。ねえねえ、誠、向こうの住所ってもう決まってるんだよね。住所って、なんで？家探しとかしてないけど、会社都合の転勤だから、借り上げのマンションとかなんだよね。すると誠は、はっと何か思い出したようにこう言った。あれ？琴葉に言ってなかったっけ？え？何を？私は、とっさに嫌な予感がして聞き返した。向こう行ったら、姉さんと一緒に住むんだよ。は？一緒に住むったって、二世帯にしたから大丈夫だよ。あまりの突然の誠の発言に、私は耳を疑った。誠には姉がいて、元は美人だったと誠は自慢していた。しかし、いじめが原因で引きこもりになったそうだ。親も高齢で、きっと姉を押し付けられたのだろう。こんな大事なことなのに、これまで一切そんな話は聞いていなかった。思わず私は聞き返してしまった。え？今なんて？何の話を一体？そんな急に言われたって、私、お姉さんと住むなんて無理だから。そんな私を鬱陶しそうに見る誠。大丈夫だって、居住スペースも別だから。ちゃんとプライバシーは守られるし、生活だって基本的に別だよ。私は、その誠の勝手な発言に呆れ果てた。ちょっと待って。そもそも、二世帯の物件なんて、どうやって見つけたのよ。すると、ケロッとした顔で、誠が答えた。建てたんだよ。俺の名義でね。建てた？あなたの名義で？誠が話している日本語は、理解できるが、内容が頭に入ってこない。一体、何を考えてるの？
何の相談もなく決めてさ。知らない土地で新生活を送るのだけでも、私には相当なストレスだ。それに加えて、義士と同居だなんて、とても考えられなかった。その後も何度も、誠と話し合いを重ねたが、今更変更なんて、できるわけないだろ。誠は、これの一点張り。家は、すでに完成の一歩手前まで来ているらしく、義士も住んでいた家を、すでに引き払う準備が済んでいるという。もはや、私が何を言おうと、この話がひっくり返ることはなく、刻一刻と引っ越しの日が迫っていた。こうして私の意見や不満は何一つ組まれることなく新生活が始まった。新しい土地での仕事も無事決まっていたし、発覚から一ヶ月経っていたので、さすがに私も腹をくくっていたが、いざ新築の二世帯住宅に入ってみると、そこは義士のためだけに作られたような家だった。ロケーションはすぐそばに川が望める。田舎らしい自然豊かで風光明媚な場所だったが、中はすべて義士仕様。居住スペースは確かに二つに分かれており、キッチンもそれぞれのスペースに用意されていたが、なぜか両方とも義士の身長に合わせて設計してあり、身長が高い私には腰が痛くなるような低さだった。内装などもかなり義士が口出ししたのだろう。私は昔から北欧デザインが好きで家を建てるならこうしたいという思いがずっとあった。だがどちらの居住スペースも義士好みのヨーロピアンスタイル。壁紙なども私が好きなシンプルな色ではなく、ウィリアム・モリス調の派手な花柄の壁紙だった。なんでこっちのスペースまでこの壁紙なの？私が呆然としながら誠に問いかけると、女の人ってみんなこういう華やかなのが好きだろ？ほんと姉さんっていい趣味してるよな。そう満足げにうなずいた。私は愕然としてしまった。誠と過ごしたこの数年、誠は私のことをちゃんと見てくれていたのだろうか。いや、絶対に見ていない。見ていたら、こんな壁紙にするわけがない。しかし、壁紙など、ほんの序の口にしか過ぎなかった。最も厄介だったのは、義士だった。せっかく生活を分けるために二世帯にしたはずが、食事の時間が来るたび、義士は私たちのスペースにやってきた。百歩譲って、それを我慢したとしても、許せないのはその態度だ。義士は食べるだけ食べて、私の料理に毎日文句を言ってきた。琴葉さん、この煮物、しょっぱすぎるわ。義士が文句を言うと、誠がすかさず合いの手を入れてくる。ほんとだな。腎臓病にするつもりか？すると、義士が意地悪な笑みを浮かべ。琴葉さんは進歩しないよね。改善する気なんてないのよ。私に嫌がらせして追い出す気だ。昔、私をいじめた、舞子とそっくり。姉さんをいじめるなよ。お前、管理栄養士なんだろ？よくもプロを名乗れたもんだわ。私は怒りと苛立ちで、こめかみが引くついた。心の中で、うるせえ兄弟だな、黙って食えよ、と悪態をついた。そもそも、この二人の言っていることに中身はない。当然、私はプロの栄養士だし、料理の味付けだって体調に合わせて調整している。義士がしょっぱいという煮物だって、前に義士が薄いと言った味付けと調味料の分量は全く同じだ。要は、味なんてどうでもよくて、二人して私をいびりたいだけなのだ。心の中は常に苛立ちと怒りでいっぱいだった。そんなある日のこと、朝から体調が優れず、ストレスと疲れが原因かなと思い、病院に行くと、なんと妊娠が判明した。さすがに嬉しくて、家に帰って誠と義士に報告したが、
二人の反応は、かんばしいものではなかった。それどころか、義士の発言は、耳を疑うものだった。妊娠したんだ。だけど、仕事は辞めないでね。そうだな。管理栄養士なんて、お腹に悪影響のあるような仕事じゃないからな。すがに私は、怒りを抑えながら反論した。でも、せっかく授かった子だし、大事を取りたいよ。早めに産休を取るつもりなんだけど。何言ってるんだ。そんな勝手なこと許さないぞ。ちゃんと働いて稼いでもらわないとローンが払えないじゃないか。そういう大事な話は夫婦で決めてからだろ。その家のローンは話し合わなかった結果だろうが。そうよ、この家のローンだってまだたくさん残ってるんだから、私の分も頑張ってもらわないと。義士が言ったのはあまりに冷たい一言だった。ですが、この家は誠が勝手に建てたものだし。何を言ってるんだお前は。黙っていれば勝手なことを言って、結局あれから住んでいるだろうが。私は怒りで言葉が出ず、ちらっと義士の方を見たが、義士はうんうんとうなずいていた。私が責められている間、誠はとても偉そうだった。その後も日を追うごとに、義士の態度はエスカレートしていった。それに逆らって、私は自分の体とお腹の子のために宣言通り早めに産休を取った。それが案の定、誠の逆鱗に触れたらしい。ついには離婚届に無理やりサインさせられる羽目になった。もし、次お前が勝手なことをしたら、この離婚届を役所に出すから。誠は目をつり上げて、そう怒鳴って私を脅した。私が無理やり記入させられた離婚届には、すでに誠のサインがしてあった。誠はどうやら私と離婚してもいいと思っているらしい。せっかく子供を授かったタイミングで、こんな仕打ちを受けるとは、思ってもみなかった。無理やり記入させられずとも、私の頭には離婚の二文字がよぎり始めていた。その方がこの子にとってもいいのかもしれない。そんな風に思うこともあった。数ヶ月後、義士からのいびりに耐え続けた妊娠生活を経て、私は息子の和樹を無事に出産した。だが赤ちゃんだというのに、やれうるさいだの言って私たちを家から追い出してくる。驚くべきことに、それは義士だけではなく、誠も全く同じだった。誠、悪いけど手が離せないから、和樹のおむつ変えてくれない？そう言っても、手が汚れるとかぶつくさ言っておむつすら変えてくれない。当然、ミルクを作って冷まして、など、めんどくさがってしてくれるはずもない。もういい、私がやる。義士にとっては自分の子ではないが、誠にとっては実の子だ。それなのに、私が何をお願いしても、誠は対応してくれなかった。本当に忙しいなら、私もまだ我慢できる。だが、誠はテレビを見たり、スマホをいじったり、何もしていないのだ。もはや、育児協力云々の問題ではなく、単純に我が子に興味がないのだと思った。ここまで夫婦で子供への愛情の温度差があるのを感じて、私はショックだった。私の感情と呼応するように、折しも長雨が続いていた。毎日降り続ける雨に、どこに行くこともできず、鬱屈した私の感情は、日を追って、ひどくなっていった。長雨が続いていたある日、相変わらず、私はワンオペ育児。誠は仕事が休みのくせに、相変わらずソファーでスマホをポチポチやっている。その時、町内放送が鳴った。ダムが決壊しました。当地区にお住まいの皆さんは、すぐに避難してください。9
繰り返します。すぐに避難してください。私は、和樹を抱きながら、その放送を聞いて、青ざめた。何?今の。だが、誠はスマホに集中していて、聞いていなかったのか、ボケっとしている。私もテレビなどを見る余裕がなく、全く気づいていなかったが、どうやら、私たちの住んでいる地域には、大雨洪水警報が、その朝、出ていたらしい。窓の外を見ると、家の横を流れる川が、見たことのないくらいに水位を増して、ゴーゴーと流れていた。ちょっと、誠、早く避難する準備をして。なんだよ、何があったんだ?まるで、ゲームを中断させられたと言わんばかりに、不服そうな顔をする誠。今の町内放送聞いてなかったの?ダムが決壊したって、すぐに避難してくださいって。すると、状況を把握したのか、誠はすくっと立ち上がり、一目散にどこかへ走って行ってしまった。誠、どこ行くの?聞こえていないのか、誠はそのままどこかへ消えていった。ただならぬ雰囲気を察したのか、和樹が大声で泣き始める。パニックになりそうなのを必死にこらえながら、私は身の回りのものを慌ててかき集め始めた。数分後、私は和樹を抱いて玄関へ出た。外はとんでもない雨と、立っているのもやっとなくらいの風。顔を上げると、誠はすでに家の外で車の用意をしていた。私はそれを見てほっとした。てっきり私たちを置いてどこかへ逃げてしまったと思っていたが、誠にも私たちに対する気持ちが残っていたのか、だから急に飛び出していったのか、と安心した。だが、その安心もつかの間、すぐに裏切られることになるのだった。姉さん、早く乗るんだ。洪水に巻き込まれるぞ。誠の大声を受けて、義士が車へ乗り込んだ。あろうことか、誠はそのまま車を出そうとした。慌てた私は、ありったけの大声で誠に叫んだ。待ってよ、誠、置いてかないで。うるさい、もう行くぞ。怒りを覚える余裕もなく、とにかく和樹のことを考えていた。お願い、せめて和樹だけでも連れて行って。私たちの家の周りは、恐怖をきたした人々でいっぱいになり、雨風の音と和樹の泣き声と重なって、私の声はかき消されそうだった。そんな中、風に乗って聞こえてきた誠の言葉に、私は我が耳を疑った。自分で何とかしろよ。お前らより家族の方が大事に決まってんだろ。俺は姉さんを安全なところに連れてくんだ。待って、誠、お願い。私の必死の懇願が聞き入られることはなく、誠はそのまま車を出発させた。走って追いかけたが、とても追いつくのは無理だった。和樹を抱いたまま、私は呆然と立ち尽くした。ふっと、諦めが心を支配した。だが同時に、感じたことのないほどの怒りと憎しみが一気に爆発した。呪ってやる。雨風でずぶ濡れのまま、私は車が去った後をじっと睨みつけた。そこら中で、叫び声と警報の音が鳴っている。耳にはこれまでよりも明らかに大きな川の音が響いていた。きっともうすぐダムの水がここまで到達するのだろう。もう諦めよう。ごめんね。そう和樹を見てつぶやいた。その矢先。おい、大丈夫か?幻聴だろうか。振り向くとそこには軽トラから顔を出した初老の男性の姿があった。彼は私の横に車を止め、血相を変えて車から降りてきた。あんた家族は?なんでこんなところに放り出されてんだ?いや、まあいい。
とにかく早く乗りなさい。ありがとうございます。出る神あれば、拾う神あり。私たちは、運よく、この男性に拾ってもらい、和樹と共に命拾いした。高台まで逃げた後、下を見下ろすと、家が川に飲み込まれるのが見えた。あのまま、もし歩いて逃げていたら、考えただけでもゾッとした。安堵から私はそのまま座り込んでしまった。その後、しばらく避難所生活が続いたが、周りの人たちはみんな血のみごを抱える私を気遣い手伝ってくれた。実の家族なんて忘れるくらい他人の優しさが身に染みた。誠と義士は別の避難所に行ったようだ。役所の人が調べてくれた。向こうだって調べたら私たちの無事はすぐわかるはずなのに、彼らがこちらに連絡を取ってくることはなかった。数日後、水が引いて安全が確認されたタイミングで一時帰宅が認められた。まだ誠たちは来ていないようだった。新築だったはずの家の1階部分は水と泥で悲惨な状況だったが、幸い私と和樹の部屋は2階だったので私物は濡れていなかった。私は必要なものをかき集めまとめた。他にも何か持ち出すものはと考えながら物色していると、隅っこに離婚届が落ちていた。タッパーに入れてあったおかげで中の紙は少しも汚れていなかった。今しかない。そう思った。この家に戻って、またあの人たちと暮らすなんてありえない。東京に戻って、私一人で和樹を育てよう。そう決心した私の行動は早かった。しばらく避難所で落ち着くまで生活し、東京へ戻ってすぐに離婚届を提出した。以前の職場に事情を話すと、ちょうど空きがあったらしく、再び雇ってもらえることになった。この時ばかりは、資格職で本当に良かったと思った。東京では少しの間、友人の家に身を寄せていた。数日後、あまりに連絡が来ないことに違和感を覚えたのか、やっと誠が連絡をしてきた。おい、お前、どこにいるんだよ。さっさと帰ってこいよ。帰ってこい？帰るわけないでしょ？っていうか、私、もう東京だし。冷静な私の態度が気に食わなかったのか、誠は声を荒げた。おいおい、勝手なことしたら離婚だって言ってあっただろ？姉さんもカンカンだぞ。あら、そう。どうぞ、ご自由に。離婚といえば、私が屈服するとでも思っているのだろうか。私は誠に改めて心の底から愛想が尽きた。私は静かな調子で言い返した。離婚だって脅してるつもりなんだろうけど、離婚ならもうしてるわよ。一瞬、誠が止まった。何言ってんだ？家に一時帰宅した時に、私たちのサイン済みの離婚届を見つけたから、そのまま出しておいたわ。だからね、私とあなたは、もう赤の他人なの。私の言ってることが、やっと理解できたのだろう。誠は驚いたのか、明らかに動揺していた。ふざけるな。俺は認めないぞ。離婚なんて俺は、そんなつもりは。あのね、あなたも社会人なんでしょ？サインしたってのは、その意思があるって証明になるのよ。あなたのお姉さんも望んでたことみたいだから、よかったじゃない。私は笑いながらそう言った。あれは、ちょっとした脅しで。脅し？私はその言葉を聞き逃さなかった。ふざけないで。どこに妻を脅す夫がいるのよ。それに、自分の息子の命が危ないって時に、見捨てていくような男、こっちから願い下げよう。今までおとなしく言うことを聞いてあげてて、従順な奴隷だとでも思ってた？
調子に乗るんじゃない。誠は私の剣幕にすっかり泡を食ったようだった。お、落ち着いて、琴葉。とりあえず会って話をしよう。今更あんたと話すことなんてないわ。慰謝料と養育費はしっかり請求するので、そのつもりで覚悟してなさい。あんたのクソみたいな兄弟ともども地獄に落としてやる。私はそう言って電話を切ると、そのままブロックした。技師からもしつこく電話が来たが、それもことごとく無視した。その後、私は離婚に強い弁護士に依頼し、慰謝料と養育費を一括で請求した。誠は借金をして支払うことになった。そのせいで家のローンも払えなくなり、二世帯住宅は売却。だが、洪水にさらされた家は買取を拒否され、土地代から解体費を差し引いた額しか入らず、二足三文にしかならなかったらしい。金の切れ目は縁の切れ目とばかりに、姉と誠との関係は険悪になり、今では別居しているらしい。誠は借金まみれ、誠の姉は実家に帰ったそうだ。今までから比べたら天から地ほどの落差だった。一方の私は和樹を保育園に預けながら以前の職場で働き始めた。みんな喜んで受け入れてくれ、かつ子育てに理解もあった。無理のない範囲で働かせてくれる職場には感謝しきりだった。あの時、見知らぬ男性に命を助けられたこと、泥まみれの部屋の隅っこで離婚届を見つけたこと、どちらも偶然じゃなく運命だった。あれからというもの、一瞬一瞬を大事に生きるようになった。たまに、あの日、諦めかけて、ごめんね、と、和樹につぶやいた時のことを思い出す。和樹は、毎日すくすくと成長している。その姿を見るたび、この子は、絶対に私が守るんだ。そういう気持ちを、新たにしている。現在26歳の僕が日曜日に体験した出来事です。毎年4月に入る前の日曜日はスケジュールの合う親族が集まってちょっとした会合を行ってます。これは親族間での恒例行事みたいなもので、特に理由があって集まるわけでもないのですが、親族には議員秘書、弁護士、税理士、医者、経営コンサルタント、有名らしいといったすごい肩書きの職種のメンバーが一堂に会するため、いろいろな裏話も聞けるので毎年楽しみにしてます。ちなみに自分はブラックと名高い会社の営業、その上未だに平社員。しかしみんな小さい頃からの付き合いがある上、余裕のある方々ばかりというのもあり、辞めるときはいつでも言えよ、なんかいい仕事見つけてやるから。コンサルタントとか。会社訴えるときは俺に言えよ。格安でやるから。弁護士とか。サラリーマンネタなんかをつまみに話しながら、和気あいあいとした雰囲気で会は進みました。さて、私がほろ酔いになった頃、遅れて銀行員の弟とその妻がやってきました。実は僕は、弟の妻が少々苦手でした。見えないところで僕のことをクズだのゴミだの言って、その度に弟がたしなめているらしいです。しかし僕も大人ですし、会社ではクズゴミ程度は挨拶程度の日常会話ですから、会うたびに機嫌を損ねない程度に応対しているつもりでした。弟の妻は自分の株をあげようと親族を順々に時間をかけて挨拶に回っていましたが、ものの見事に通り過ぎていく。きっちりと自分にだけ挨拶なし。別に挨拶して欲しかったわけでもなかったので、特に気にせずいたら逆に、
なんで兄さんは挨拶に来ないのかしら、みたいなことを聞こえるように言ってきました。一瞬でその場の空気が凍りつきます。しかし、僕もブラック企業とはいえ、営業の端くれ、弁護士のおじが何か言おうとしたのを制して、この場を和ませにかかります。これはこれは、お気づきせずに申し訳ございません。近頃はどうですか？などと、こちらから挨拶に伺った。明らかに面白くなさそうにふてくされる嫁。それを見て、弟はおどおどしていました。その後、少しだけ和やかになった空気の中で、今度は弟嫁が反撃に出た。ねえ、お兄さんはいつ出世するんですか？と聞いてきたので、出世レースには興味がなくてね。ただでさえ毎日ノルマに追い立てられて憂鬱なのに、中間管理職になれば上からも下からも疲れて辛そうじゃないですか。と答えると鼻で笑って、なりたくないんですか？なれないんじゃなくて。と煽ってきました。まあそうかもしれないですね、なんて言いながらの笑顔は引きずっていたのかもしれません。そんなんだからいつまで経っても結婚できないんですよ、とさらに弟嫁は続ける。ずいぶん手厳しいな、まるで中間管理職になった気分だな、なんて営業スマイルを浮かべながらもさすがに腹が立ってきた。弟もさすがにヤバそうな空気を感じ取ったのか、おいバカ、いい加減やめろよ、と言った。しかし、これが引き金になってしまったようです。え？バカ？今私のことをバカって言ったの？この人じゃなくて、私が？冗談じゃないわよ。こんな人と一緒にしないでよ。大体なんでこの人をかばうのよ。あなたは私の夫なんだから、私の味方をするのが当然でしょ？みたいなことを逆切れしながら、くどくどとしつこく罵倒していた。心根の優しい弟のだから、ここはひとまず折れて、なんとか収めるのだろうな。弟も大変だな、などと同情していると、次の瞬間、なんと弟が突然嫁の胸ぐらをつかみ、おい、兄貴を馬鹿にするんじゃねえ、と怒鳴った。今まで見たことのない弟のまじ切れだった。親族一同静まり返る。嫁は怯えてる。僕も26にもなってちょっとちびる。そんな周りが動揺する状況をよそに、なおも弟は続ける。今まで何も言わなかったけどな、俺が今銀行員をできてるのは全部兄貴のおかげなんだよ。兄貴がお前は俺と違って出来がいいんだからお前は大学行けって。自分は進学しないでずっと足を棒にして働いて、兄貴は言うなって言ってたけど、大学を卒業してすぐ挙げたお前との結婚式のことだって、まだ就職したばかりで、式の予算もないから、ごく身近な親族だけで式を挙げるか、写真だけ撮る程度のものにするかとか、お前にも言い出せなくて悩んでいた時に、兄貴が自分が出してやるから、きちんと体裁の整った式を挙げろ、じゃないと嫁さんも悲しむだろうって、かなりのお金を出してくれたからできたんだ。お前のことだって、思いやってのことだったんだ。それをなんだよお前は。結婚式の時の祝儀が少なかったっていうのをいつまでも根に持って。本当は一番出しているのは兄貴なんだ。だいたい前々から年収で人を判断するなって言ってるだろう。兄貴は俺が知っている中で一番立派な人間で一番大切な家族なんだよ。いいか、これだけ言っても今後、お前の考えや態度が変わらないなら、これにサインしてもらうからな。そう言って、
懐から緑の紙をちらっと嫁に見せた。嫁は震えながら外に出て行った。多分弟に怒られたことなんてなかったのだろう。僕も初めて怒ったのを見たし、親族も目が点でした。その後弟が、兄貴、今まで何のフォローもしなくて悪かった。俺は誰に何と言われようと、兄貴にはものすごく感謝しているから、許してくれ。と言った。僕は、そもそも怒ってないから気にするな。彼女もまだ若いから、間違うのは仕方ない。もう少し、長い目で見てやってくれ。と、ちょっとビビりながら言った。さきの弟が話した内容は、親以外誰も知らなかったので、その後は、その話題で持ちきりでした。弁護士の叔父が調子づき、テキーラを持ってきて、僕に注ぎ出したところまでは覚えているのですが、目を覚ますと、自室のベッドで眠っていました。何気なく携帯を見ると、今朝、弟の嫁から、長々と謝罪文が送られてきてました。多分、弟に強要され、書かされたものでしょう。文章の端々から隠しきれない嫌悪感がにじみ出ていました。私は二日酔いの頭で出社の準備をすると営業ロープレを終わらせ、契約を取らなければ帰れないスタンスの会社なので、ストックしている契約を一つ自分用、一つ上司用として提出すると、ご機嫌になった上司は僕のことを早退扱いにはしないで帰宅を許されたので、本日は午後一で帰宅いたしました。足を棒にして働いていると思っている弟にこんな姿は見せられないなと思った今日の午後でした。もともと仲は良かった方だったとはいえ、弟があんなに慕ってくれているなんて本当に意外でした。兄貴は僕が知っている中で一番立派な人間で一番大切な家族なんだよ。なんて言われた時は思わず涙腺がやられそうになりました。まさかあの場面、あの展開の中でこんな感動させられることになるなんて想定外のことだから余計に心打たれました。弟の理想の兄貴でいるためにも、今のブラック企業はやめて、親戚にいい仕事を紹介してもらおうかな。それと、弟の嫁さんですが、性格だから仕方ないとはいえ、人を馬鹿にするのは良くないからね。特に夫婦間において、相手の親族への不平不満は、大なり小なり必ずあるはずですが、それをすべて我慢しろということではなく、その伝え方は慎重にすべきです。よくあるのが、相手が自身の親族の悪口を言っているから、それに乗じて、こちらも同じように言っちゃうと、痛い目に遭うことがありますから、お前が言うな、みたいな夫婦間は難しいです。皆さんも、この嫁さんを反面教師にして、気をつけてください。パートナーは怒っているかもしれませんよ。では次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。新人が来るから、お前はクビね。今までお疲れ様。ある日、突然工場長からこんなことを言われた。この工場長は、俺より18歳も年下で、親会社から派遣されたエリート社員だ。工場長は、俺が独身だということをいつもいじって馬鹿にしてくる。俺は工場長のストレス発散のサンドバッグなのだ。しかし、工場長、お待たせしました。新人がやってきて、
挨拶をする。それに、えめ、と偉そうに答える工場長。しかし、いや、あなたではなくて、こちらの方に挨拶したんですけど。新人が指さしたのは、工場長ではなく、工場長は、その人物を見て、驚きの表情を浮かべた。すべての始まりは、もう何十年も前の話になる。大学卒業後、不況の煽りを受けた俺は、就職難に陥っていた。バイトをして食いつなぐしかないか、と思っていたけれど、たまたま地元の工場で、求人募集が出ていたので、応募。そして、運よく採用された。俺を拾ってくれた会社には、感謝してもしたりない。当時社長だった江藤さんは、俺のことを息子のように扱ってくれた。藤原、お前はまだまだ若いんだから、たくさん食えよ。給料日前、お金がなくて腹を空かせている俺を家に招いて、ご飯をご馳走してくれたことが何度もある。社長のおかげで、俺は飢えずに済んだのだ。もし父親がいたら、こんな感じだったのかな。俺には父親がいない。母親は水商売をしていて、客との間に俺を授かったらしい。だが、当時複数の男性と関係を持っていた母は、俺の父親が誰なのかわからなかったそうだ。田舎に戻ってきて俺を産んだのはいいけれど、母親は育児を自分の両親に押し付けて遊びに出かけてばかりだったらしい。そして、そのうち関係を持った男と駆け落ちして姿を消してしまったのだ。祖父母は、そんな自分の娘のことを、疫病神だと言って、心底嫌っていた。そして、その娘から生まれた俺のことも、あまり可愛い存在だとは思えなかったらしい。高校を卒業して、俺が働き始めると、ようやく肩の荷が下りたと言って、俺を家から追い出した。俺は、祖父母から可愛がってもらった記憶はないけれど、ここまで育ててくれたことには感謝している。しかし、社長と出会ってから、家族の温かさというものを知り、俺の家は愛情の薄い家族だったということを思い知らされたのだった。こんな俺を自分の息子のように扱ってくれた社長に恩返しをするため、俺は一生懸命工場で働き続ける。自分にできることを精一杯やろう。そんな思いで働き続けていたのだが、5年前の夏、社長が突然亡くなってしまう。原因は記録的な夏の猛暑だった。外回りをしていた社長は熱中症になり、道端で倒れてしまう。発見が遅れたせいで、病院に到着した頃にはすでに手遅れだったのだ。俺と同じ年齢の社長が亡くなって、俺もそろそろ引退しなきゃなって思ったんだ。迷惑かけてすまないが。当時の工場長も、その年の猛暑はかなりこたえたらしく、社長が亡くなったのをきっかけに退職を決意。その時、俺は副工場長として働いており、これからどうなるのだろうと不安に感じていた。新しい社長には、社長の息子が就任した。そして、新しい工場長は、親会社から来ました。大村と申します。よろしくお願いします。そう言い、大村さんは、にこりと笑う。親会社所属の大村さんは、最初のうちは普通の人だった。しかし、徐々に仕事に慣れてくると、工場長という立場を悪用して、好き勝手やり始める。俺に逆らう奴は容赦しねえからな。ニヤニヤと、意地の悪い笑みを浮かべて、社員たちを顎で使う工場長。さすがに目に余ったので、副工場長として工場長に注意するが、工場長、さすがにやりすぎです。は？前の社長は社員同士の絆を大切にしていました。ですから工場長も。お前さ、俺のこと舐めてんの？え？そんなつもりは。すると工場長は俺をギロリと睨みつけながらこう言い放った。俺が誰だかわかってんのか？俺は工場長だぞ。しかも、親会社から派遣されてきたエリートだ。お前みたいな底辺より、はるかに上の立場なんだよ。俺の注意は、全くの逆効果だったようで、この日から工場長は、俺をターゲットにし始める。俺が独身だと知ると、
女にモテない底辺男と馬鹿にし、高卒と知ると低学歴の無能と見下すようになった。工場長は大卒で結婚して子供もいる。俺とは正反対の人生を送っているらしい。独身はかわいそうに、家に帰っても誰もいないんだろ。ま、お前みたいな低学歴の無能が結婚なんてできるわけないか。ゲラゲラと下品な笑い声を上げる工場長。下手に逆らうと親会社から何か言われるかもしれない。そうなったら社長にも迷惑がかかるかも。そう思うと何もできず、工場長から罵倒される毎日にただひたすら耐えるしかなかった。そして前の社長が亡くなってから5年の月日が経過した。最近では新社長の努力のおかげで業績も回復している。さらに社内の環境を一新するために親会社から新人を招くらしい。しかし工場長は、ま、俺のおかげで業績が回復したようなもんだな。社長は俺に感謝してほしいよ。そう言って自慢げにしていた。もちろん周りの人間は工場長のおかげではなく、社長がひたすら努力したおかげだとわかっている。この頃になると工場長の横柄さは社員全員に知れ渡ることになり、みんな工場長を遠巻きにするようになっていた。しかし親会社から派遣された社員なので、みんな表立って工場長を非難することはできない。俺に対するパワハラも変わらず続いていた。そして新人がやってくる日、俺は工場長に呼び出されてこんなことを言われた。お前、首ね。え？聞こえなかったのか？60歳目前のじじいはこれだから。新人が来るからお前は首だって言ったんだ。今までお疲れ。さっさと荷物まとめてここから出ていけ。工場長は俺の方を見ようともせず、一方的に首を宣告したのだ。社長に許可は取りましたか？これから取るんだよ。お前みたいな無能、きっと社長もいらないって言うだろ。工場長が勝手に決めたことだとわかり、俺は呆れて何も言えなくなってしまう。大体、お前みたいな低学歴の無能が副工場長とか、ありえねえんだよ。前の社長と仲良かったから副工場長になれたんだろ。お前の実力じゃねえよ。散々俺の足を引っ張りやがって。とっとと消え失せろ。俺が副工場長になれたのは、それなりに努力したからだ。もちろん工場長の足を引っ張った覚えもない。むしろ、彼の方が俺の足を引っ張っていたのだった。俺は、この人が来る前から、ずっと副工場長として、この会社を支え続けてきた。そんなことも知りもせず、工場長は、ただ俺のことが気に入らないからと、一方的に決めつけてくる。さすがにこれは横暴すぎると思った俺は、工場長に言い返そうと、口を開いた。しかし、すみません、少し遅れました。社長に挨拶をしていまして。俺たちの間に流れる険悪な空気を打ち破るかのように明るい声が聞こえた。そこにいたのは今日親会社からやってくると言っていた新人だった。ニコニコと笑顔で俺たちに話しかけてくる新人。俺、谷と申します。これからよろしくお願いします。工場長、お待たせしてすみませんでした。ペコリと頭を下げて丁寧に挨拶してくれる谷くん。親会社の人間は工場長くらいしか知らなかったので、その礼儀正しさに驚いてしまった。谷くんの挨拶を受けた工場長は、ふんと鼻を鳴らし、偉そうにこう返す。うむ。では、早速新人研修を始めようか。そう言いながら、谷くんを案内しようとするが。え？いや、あなたではなくて、こちらの方に挨拶したんですよ。そう言いながら、谷くんが指さしたのは、なんと、俺だった。谷くんは不思議そうに首をかしげている。というか、あなた誰ですか？誰って、俺は工場長だぞ。お前こそ何を言っているんだ。谷くんの言葉の意味がわからず、工場長は狼狽する。そこに、俺が割って入った。俺が工場長に就任するのは来週じゃなかったっけ？ああ、そうでしたっけ。でも、親会社の研修では、すでにあなたが工場長になってましたよ、藤原さん。はあ？
谷君は俺のことを工場長と呼ぶ。現工場長はまだ現状が理解できていない様子でこう叫んだ。どういうことだ？一体何が起こってるんだ？どう説明すればいいのか。おい、何を騒いでいるんだ。そこにやってきたのは二代目社長。俺が世話になった社長の息子だ。社長は怪訝な顔で俺たちを見ている。この新人がわけのわからないことを言ってるんです。この役立たずを工場長と呼んで。ああ、そのことか。いい機会だから今ここで全部話してしまおう。そして社長から語られた驚きの内容に工場長の顔色は真っ青に変わった。工場長から長年パワハラを受けていた俺だが、社長はもちろんこれを知っていた。だが親会社の人間なので下手に手出しすることもできず、口頭で注意するくらいしかできなかったらしい。しかも工場長は社長の注意を右から左へ受け流していて、まともに言うことを聞こうとせず、それどころか所詮子会社の社長だと見下しバカにしていたらしい。社長は何もできない自分に随分歯がゆい思いをしていたそうだ。すまない宇治原、親父が亡くなった後で業績が悪化して、親会社の援助がなければ、うちの工場は潰れてしまうかもしれないんだ。わかってますよ、社長。大丈夫です。俺は何ともないですから。しかし、俺の件だけでなく、親会社の社員と工場長という立場を悪用して、好き勝手やっている工場長を、社長は相当腹に据えかねていたようだ。親会社に頼らず、自社だけで経営が成り立つくらいにまで業績を回復させると決意。そして5年間という短い期間でそれを叶えたのだ。前の社長も努力する人だったけれど、息子である現社長はそれ以上だ。そして満を持して社長は親会社へ直訴したのだった。そちらの社員は随分と問題があるようです。工場長のパワハラ問題や立場を悪用した問題行為などの証拠をすべて集めて親会社へ提出。俺は社長に協力すべくパワハラに耐えつつ録音したり記録をつけたりなどして工場長からのパワハラの証拠集めをしていたのだ。しかし親会社はこれを聞いても、まあまあ穏便に済ませましょうと曖昧な態度を取り続けようとしたらしい。社員の問題が表立ってしまったら親会社としての立場がなくなる、そう考えていたのだろうが。でしたらこちらにも考えがあります。我が社は現在子会社ですが、親会社であるそちらから完全に独立する覚悟があります。そちらの会社の社員をこのままうちの工場長に据え置くというのなら、独立後に当該社員を解雇します。これには親会社も驚いただろう。事実上の謀反宣言である。ここ数年は業績が回復し、今後も上調子が期待されている工場に独立されたら、親会社の損失はかなりのものになるだろう。結局、親会社は工場長を本社に戻すことに決定。そして社長は俺を次の工場長に内定してくれた。親会社で新人教育を受けていた谷君は、新しい工場長は俺だと教えられたらしい。ちなみに谷君がうちの派遣になったのは、親会社がうちの会社と何とか関わりを持っておきたいから、そこまでしないといけないとは親会社も必死だ。とにかくすでに親会社の方でも工場長は俺に決定したようなので、あとは今の工場長を親会社に戻すだけ。というわけなんです。俺と社長から事情を聞いた工場長は驚きのあまり口をパクパクさせている。まだ信じられないといった様子だ。嘘。嘘に決まってる。親会社のエリートの俺が工場長じゃなくなるだとは。そして目を見開いたまま俺の方を見た。その上、次の工場長がこの無能？ありえない。一体どんな手を使ったんだ？怒りで顔を真っ赤にした工場長が社長に向かって叫ぶ。正当な方法を使っただけだ。あえて言うなら、この結果は全部お前の自業自得。お前の悪行がこの結果を招いたんだ。ありえない。二代目のポンポンのくせに生意気だぞ。俺がいなければ業績は回復しなかった。息子だからという理由だけで社長になれたお前に、そんなことできるわけ。工場長が勢い余って社長につかみかかろうとした。
俺は工場長の腕をつかみ、それを止める。話せ、無能のくせに、俺に歯向かうな。いい加減にしろ。工場長の叫び声以上の大声で、怒りの言葉を放つ。俺の恩人の息子さんを罵倒するなら、容赦しない。な、お前は親会社に所属しているだけのただの無能だ。さっさとここから出て行け。俺が本気で工場長に切れるということは今までなかったことだ。ここまで怒った俺の顔を見たのは初めてだった工場長は、俺の勢いにひるんでしまう。さらに、俺たちの言い争いを黙って見ていた谷君から、とどめを刺されてしまった。ああ、なるほど。あなたが親会社で話題になってた現工場長なんですね。子会社で選ぶって好き勝手やった結果、親会社に突っ返された無能な社員だってみんな言ってますよ。え、ま、親会社に戻ったとしても、それなりの待遇でしょうね。今後の昇進や昇給は期待しない方がいいでしょう。というか、あちらの会社でクビにならないように気をつけた方がいいのでは？可能性としては十分ありえますよ。自分と同じ親会社から派遣されてきた谷君の言葉は、相当効果があったようだ。工場長は、それ以上何も言えず、力なく、うなだれるしかできなかった。その後、工場長が親会社に戻ることが正式に通達された。工場長は諦め悪く、他の社員に、俺がいなくなったら困るよな、と聞いて回ったらしい。しかし、社員たちは全員が口を揃えて、こう言ったそうだ。いえ、全く困りません。工場長は他の社員から全然慕われていないことに気づき、意気消沈のまま親会社に戻っていった。あれで慕われてると思ってたんですか？えらく自信満々ですね。逆に尊敬しますわ。谷君の歯に衣着せぬ言いように、俺は思わず苦笑いをこぼした。親会社に戻った工場長だが、悪評が広まっていたため、社内に居場所がないらしい。周りから冷たい目で見られる毎日で、耐えきれず社長のところに戻らせてほしいと連絡したそうだ。もちろん社長はこれを拒否。そして今度は俺のところに謝罪と何とか社長に取りなしてほしいと懇願する連絡が来た。仕事で忙しいのであなたに構ってる暇はありません。俺はそれだけ返すと工場長の連絡先をブロックした。これ以降彼が俺たちに関わってくることはなくなった。そして俺が新しい工場長になった後、社員たちと力を合わせて仕事に励む環境づくりに集中。そのおかげなのか、今年の業績は大幅アップした。社長から、ボーナスに期待していいぞ、と言われ、社員たちはみんな大喜びだ。これからも俺は、この会社のために精一杯尽くしていきたいと思っている。うちには6人の子供たちがいる。年子は年子だが、驚くべきことに3組の双子ちゃんたちなのだ。つまり、旦那と結婚して3年の間に、我が家は3組の双子を授かったということになる。まあ、とてつもなく珍しいと思う。そして、正直生活はかなり苦しい。旦那は消防士だからそれなりな給料を持って帰ってきてはくれるけど、それでも子供たち6人ともが大学まで進学したいと言い出したら、コントロールなんてできるわけもない。今のうちからちゃんと真面目に学資保険を積み立てておかないとかなりまずい状況になることが容易に想像できた。だから私は住んでいる自宅からほど近いところに住んでいる母を頼り、待機児童になってしまっている我が子6人を預けて働きに出ている。もちろんパートではなく、ボーナスの出る正社員として。かなり融通の利く職場ではあるから、もし何かあった時にはすぐ返してもらえるし、給料もちゃんとやれば、やった分だけもらえるから活力にもなる。毎日誠実に、堅実に、子供たちの将来と、自分たち夫婦の将来のことを見据えた節約生活を送っていた。そんな中でも、私の唯一の楽しみと言っても過言ではない。年に数回やる宝くじ。20歳を超えてからすぐに自分で買い始めるようになり、今年で8年目。小さい当たりは何度かあったが、やはり高額当選となるとかなり確率は下がってくる。旦那には無駄金だと言われることもあるけど、それでもやっぱり買わなければ当たることなんて絶対ないんだからと買い続けていた。そんなある年の年末、とうとう高額当選を果たすことができた。スマホで当選番号を見た時は手が震え、過呼吸になってしまうかと思うほど心拍数が上がった。当選金額を受け取ってもまだ実感は湧かず、
通帳を見てもやっぱり実感は湧かなかった。当選した金額はまさかの一等前後賞。当選した当時バカだった私は正直に旦那に話してしまっていた。マジかよ、すげえな、一生遊んで暮らせんじゃん。その言葉を聞いて早まったかとも思ったけど、ずっと黙っていることもできないし、いつかバレて面倒なことになるならいつ行ったって一緒だと開き直った。私はいつも子供たちの面倒を見てもらっている母にも当選したことを話し、実家のリフォームをすることを提案した。いいんだよ、そんなことしなくて。先の短い私や、こんなボロ屋に使うんじゃなくて、子供たちのために使ったらいいじゃない。私のことはいいのよ。そう言いながら断られてしまったが、それでもやはりいくらかは母のために使いたいという気持ちがあった。母も実は私を含めた三つ子の母である。私が双子を三組も産んだのは、母からの遺伝の部分が大きいのではないかと思う。しかも父は私の記憶がないくらい若くして亡くなってしまい、実質母一人で育ててくれたようなものだ。一生懸命働いてくれて、祖父の援助はあったものの、この小さな一軒家まで建ててくれた。この家には私たち兄弟との思い出がたくさん詰まっている。こんなボロ屋と母は言うが、私にとってはかけがえのない家なのだ。他の兄弟たちの大切な実家でもあるし、できることなら残してほしいと願っているため、母の反対を押し切って、リフォームをすることを決めた。いろんなハウスメーカーや工務店を回りながら、どんな家にしようかと悩んでいたある日、隣の町に住んでいるトメが突然我が家を訪問してきた。あなた、宝くじ当たったらしいじゃない？うちのリフォームをするから当然お金出してくれるでしょ？悪いわね、気を使わせて。こっちがはいとも言っていないのに、すでに私が義実家のリフォーム費用を出すのは決定事項のようだった。本当なら別に惜しむ額ではないだろう。それに一等前後賞が当選しているのだから渋るなんて心が狭すぎると思う人もいるかもしれない。それでも私は義実家に一円たりとも渡す気なんてなかった。そういえばあなたまた双子を産んだらしいわね。大してお金を稼げる仕事もしてないくせに、本当に畜生腹よね。また言った。畜生腹という言葉を知っている人がどれだけいるだろうか。畜生腹とは双子や三つ子を妊娠出産した女性のことを悪く言う言葉で、昔はよく使われていたみたいだが、この現代にもなってもこんなことを言う人がいるんだなんて最初は信じられなかった。最初の双子を産んだ時、見舞いに来てくれたトメに突然、あなたみたいなのを畜生腹って言うのよと私だけに聞こえるように言われ、言葉の意味がわからなくて調べてみたら、ドストレートに私を罵る言葉だったので驚いてしまった。距離が離れていることもあって、あまりトメと関わらないことが多かったから、こんな人だと思っても見なかった。また次も、その次も双子だと知ったトメは、喜ぶでもなく、嫌そうな顔をして、畜生腹と言い、私を罵った。そんなことを言ってくるような人に、いくらあぶく銭とはいえ使ってやろうという気持ちには一切ならない。しかも何の相談もなく。トメが来た夜に、旦那にそのことを相談した。ついでにトメに当選したことを話したのかと問い詰める目的で。はあ？何そんなことで怒ってんだよ。別にいいだろ。お前だって実家のリフォームするんだって騒いでたじゃん。うちのなんでうちのリフォームはダメなんだよ。ここで私が義実家のリフォームをしたくない理由がもう一つある。うちは父が早くに亡くなり、母は現在持病があって働けない状態だ。一方義実家は公務員の義父がいて、一年後の春には定年退職を迎える。大卒で就職してからずっと働いているから退職金も相当多いはずだ。そしてうちのリフォームは玄関をバリアフリーにすることと水回りの総入れ替えが目的で、対する義実家のリフォームはオール電化、床暖房、太陽パネルの設置が希望。この二つの家を比べてもお前だってと言われなければならないのだろうか。それに加えて旦那はトメから畜生腹だと言われていることを相談しても、マジかキッズというだけで特に注意してくれたりすることもない。自分の嫁と子供たちがバカにされているのにどうして笑っていられるんだろうとずっと疑問に思ってきた。ここまで我慢して旦那と一緒にいたのは子供たちの将来が不安だったから。私一人の収入ではいくら頑張ったって6人全員を大学まで卒業させてあげることは難しいだろう。どこかで聞いたことがある。宝くじが当たると離婚する夫婦が多いと。それはやはりみんなどこかで子供たちは自分の将来が不安だから離婚に踏み切れなかった。熟年離婚が多い理由もそこではないだろうか。
トメが突然やってきた日から、私の頭の中は仕事と子供と離婚のことでいっぱいだった。毎日のように電話をしてきて、今日はどこどこの公務店に行って話を聞いてきたわ、というトメからの報告も、毎日丁寧にお断りするのにも疲れ始めていて、いつの間にか気づいたらストレスで10キロも体重が落ちてしまっていた。ある日、トメではなくウトからの電話がかかってきた。今度はウトからもお金を出せと要求されるのだろうかと、痛み出す胃を抑えながら応答ボタンを押した。うちのバカがそっちに行ってリフォーム費用を出せって言ってたらしいな。本当に申し訳ない。急にリフォームの話を始めたから、てっきり俺の退職金で賄うもんだと思って聞いていたら、実は嫁子さんの当選金を使うんだって言ってな。本当にすまなかった。驚いて危うくスマホを床に落とすところだった。相場ではここで、ウトが私に追い打ちをかけてくるもんだとばっかり思っていたから、まさか私の味方になってくれるとは。その後、義実家で一緒に暮らしている琴目からも連絡が来て、母さんがそっちに行っても家に入れなくていいし、お金も一円も渡さなくていいからね。と、ウトと同じようなことを言ってくれた。なんていい人たちなんだろうと感動していると、旦那が不機嫌そうな顔をして帰ってきた。お前、親父たちに母さんの文句言っただろう。なんで気持ちよく金出してやれないんだよ。ああ、うざ、心狭すぎ。ずっと我慢してきたけどもう無理だわ。離婚してくれ。そう言って差し出してきたのは緑色の離婚届だった。こちらにも思わず拍手してしまいそうになっていた。離婚したら宝くじは共有財産だからな。きっちり半分に分けてもらうぞ。ニヤニヤと笑う旦那のその顔は今でも忘れることができない。勝ち誇ったようなその顔にめがけて数枚の写真を投げつけると旦那は目を向いて驚いていた。私があんたの不倫に気づいてないとでも思ったの？ずっとずっと知ってたよ。子供たちがいたから我慢して我慢して一緒にいただけ。多分私の顔も随分と醜くなってしまっていたと思う。それでも結婚してからずっと不倫していた旦那に逃げ道はない。友達たちの力を借りてこの3年間ずっと旦那の浮気調査をしてきたのだから。やっとその写真を突きつけることができたということが何よりも嬉しかった。写真を拾い上げてほうけている旦那をよそに、パパッと荷物をまとめて、6人の子供たちを車に乗せて実家へ向かった。軽く相談したことはあったものの、本当に私が離婚に踏み切ると思っていなかった母は驚いていた。離婚は最初に言い出した方が負けなんてよく言うから、いつ言おうか悩んでいたのだが、まさか旦那の方から言い出してくれるとは思わなかった。きっと、当選金が共有財産になるということは誰かから聞いたのだろう。トメかもしれないし、不倫相手かもしれない。どちらにしても、誰かからの入れ知恵がなければ、旦那があんなことを知っているはずもないのだ。何度も何度も旦那やトメから連絡が入ったが、私も母も二人の連絡先をブロックして連絡を取れないようにしてやった。その後友人経由で依頼していた弁護士に連絡をして、離婚の話し合いの件を進めてもらうことになった。ウトやコトメには連絡して、離婚することになった経緯と、これからのことを伝えると、二人は直接実家近くまで足を運んでくれた。母に子供たちを任せて近くのファミレスで話すことになったのだが、終始ウトとコトメは頭を下げて平謝り。トメはもともと私のことをよく思っていなかったみたいだが、宝くじに当選したことで利用価値を見出したようだ。今まで名前なんて出したことがなかったのに、最近やたら私のことを話題にあげるなと思って問い詰めたら、といういきさつがあったらしい。本当にこすい女だ。思えばいつもそうやって自分だけいい思いをしてきたような気がする。ウトもコトメも悔しそうな顔をしていた。そういえば、トメは旦那のことを可愛がっている雰囲気があっても、コトメのことを大切にしているという印象があまりなかった。もしかしたら、真面目で曲がったことが嫌いなウトにそっくりなコトメのことも、疎ましく思っていたのかもしれない。俺もあの女とは離婚する。一円も退職金なんて渡さない。と宣言して帰っていった。結局、私たちの離婚が成立したのは半年後のことだった。弁護士はずっと、当選金は共有財産だが、トメからの暴言から守ってくれなかったことや不倫していたこと、そしてこれからの養育費と相殺すると説明してくれていたけど、旦那もトメも、もちろん不倫相手もそれを受け入れはしなかった。トメはウトから離婚を宣言されているからそれどころじゃないだろうと思ったのだが、ウトの退職金なんて最初から当てにしていなくて、そんなことより当選金の分与の方が大事なようだった。何のためにあんたを嫁にしたの？畜生バラで3組も双子なんて産みやがって、
これまで家に置いてやっただけでも感謝しろ。宝くじも旦那の金なんだから置いていけ。トメは最後まで私の暴言を吐き続け、拉致が開かないと思った弁護士はそちらの方でも名誉毀損として訴えると言い出したところで、トメたちは折れることになった。旦那からすれば仕事上どんな案件だろうと大きな事件になってはまずいと判断したのだろう。最初からおとなしく応じていればこんな面倒なことにならずに済んだのに。というわけで、夫からは慰謝料も養育費も一切受け取ってはいない。当選金と相殺させたという体だが、実際はトメも旦那も私に隠れて借金をしていたらしく、払えないものを時間をかけて取り立てるよりもここできっぱりと縁を切っておきたかったのだ。しかも旦那は不倫相手にブランド品を買ってやるとか、車を買ってやるとか、当選分の分与を当てにしてその気にさせていたらしく、分与はない上に借金まで抱えていた旦那はあっさりと捨てられてしまったようだ。子供たちも不倫相手も金も失い、旦那は今会社の独身寮で仕事に支障が出ないように必死になって借金を返しているらしい。現在私と母、そして子供たちはリフォームした実家で幸せに暮らしている。母や兄弟との思い出の詰まったこの家で、のびのびと子供たちが成長していく様を見守っていこうと思う。家出した私の書き置きを見た夫が、実家まで追いかけてきて、謝るから、戻ってきてくれ。と、必死に訴えてくる。激怒しているうちの両親から、娘は返さない。と、宣言されると、夫は、私と両親に泣きながら、土下座して懇願した。こちらの婿に入っても、構いません。彼女がいないと、生きていけないんです。夫の言葉を聞いた母は、あら、じゃあ、まずは。私は、25歳の女性会社員。1年前に付き合っていた彼氏と結婚して、共働きの夫婦となった。好きな人と結婚するのだから、きっと幸せになれる。そう思ってたんだけど、今私は彼と結婚したことを後悔し始めている。夫は子供の頃にご両親が離婚していて、以来ずっとお母さんと二人で暮らしてきた。だけど、結婚前にはマザコンのような素振りを見せなかったから気づけなかったんだよね。婚約した時にはお互い家を出て新居にアパートを借りてお金を貯めていつかマイホームを建てて可愛い子供たちと暮らしていきたいなんて話をしてたんだけど、結婚直前になって夫が義実家で義母と同居してほしいと言い出した。母さんに一人暮らしをさせるのは心配なんだよ。そういう夫に対し、私が自分の親と同居したいと言った時は絶対に嫌だと拒否したよねと反論すると、夫は、そっちはご両親がどちらも健在じゃないか、母さんは一人ぼっちになってしまうんだよ。結局夫に押し切られる形で同居することになってしまったけど、姑はまだ還暦前でパートもしてるし、お友達と習い事にも行っている。心身ともに至って元気そうで、今すぐ同居しなければいけないとは思えなかった。それに姑は気が強くて感情がはっきり表に出るタイプ。そしてこうしたいと思ったことは人にご利用ししてくる。また夫のことを溺愛しており、婚約の挨拶に行った時から私への当たりは強かった。夫の話はニコニコしながら聞くけど、私への態度はつっけんどん。私が話しかけると口数が減って会話が続かない。帰りの車の中で夫が、母さんはツンデレだから気にしないで、
というが、あの私を見る険しい目つきは、本当に私のことが嫌いなんだと思う。初対面で、どうしてここまで嫌われるのか、私には心当たりがない。多分、息子の嫁になる女は、誰でも嫌いなんだろう、と思う。だから、結婚したらできるだけ、距離を置くようにしよう、と思っていたから、同居なんて、最初から、うまくやっていく自信はなかった。でも、結婚式や、新生活の準備があって、あまり話し合う時間もなかったし。何があっても、俺は絶対、君の味方だ。という、夫の言葉を、鵜呑みにしてしまった。義実家での同居も決まり、いよいよ結婚に向けて、両家の顔合わせも、しないといけなかったけど、姑が忙しいとか言って、予定が組めず、結局、結婚式当日に、親同士の初めての顔合わせとなった。さすがの姑も、私の両親には、普通に挨拶していたけど、後で母に、お姑さん、全く目を合わせてくれなかったんだけど、同居するのよね。うまくやっていけそう？私は、母に心配をかけたくなくて、お母さん、ツンデレだから、と、とっさに、夫と同じフォローをしてしまった。そうして、新婚生活が始まったんだけど、やはり、同居を受け入れたことは、大失敗だった。姑は、同居を開始した直後から、やりたい放題だった。最初に驚いたのは、私の給料日に言われたことだ。うちは、私がお金を管理してるの。だから、通帳とカードと、給与明細は、私に預けてちょうだい。お金が必要な時は、言ってもらえれば、渡します。なんで？とても納得がいかないことだったので、私は、私の給料は、私自身が管理します。もちろん、家計にも入れるつもりです。自由に使えるお金が手元にないのは困りますので。と、きっぱりと拒否した。すると、姑は豹変。カッと目を向くと、はぁ？うちに住まわせてやってるんだよ。給料は全額、私に渡すのが当然だろ？嫁に来ておいて、何逆らってるんだい？と、声を荒げた。そこからは、姑からの暴言の連続。ちょっと、狂気じみてた。結局、夫が間に入り。母さんを落ち着かせるためにも、今回は、言われた通りにしよう。ということになってしまった。全く納得がいってないけど、姑の剣幕には異常さを感じたから仕方なく私が折れた。しかも今回はと言っていたのに結局ずっと私の給料は姑に握られたままだった。夫に相談しても、まず母さんと仲良くなろうよ。と筋違いのアドバイスをするだけ。これって経済的 DV じゃないの？不安を感じた私は、毎月の給与明細を、姑に渡す際に、やっぱり、お給料は、自分で管理したいんですけど、と言うと、姑はため息をつきながら、まだわからないのかい？この嫁は。こんなやりとりを、密かに録音しておいた。姑は、この件で私に拒否されたことがよほど腹に据えかねたのか、その日から姑の嫁いびりが始まった。料理を作っては、うちの味じゃない。これじゃ犬の餌だね。とか、掃除をしては、ここにまだ埃が残ってる。どこに目をつけてるの？さらには、
こんなひどい嫌味を言われる。家事もまともにできないなんて、母親のしつけがなってないのね。実家の母まで否定されて、とても悔しかった。他にも、姑からいろいろと、無理難題をふっかけられた。家に住まわせてやってるんだから、リフォーム代くらい出しなさいよ。見た目が悪いんだから、お金で貢献しないと。給料を全額取られて、そんなお金、あるわけないよね。ところが、姑はそれでも、無茶を言ってくる。実家から借りるぐらいしなさいよ。気が利かないわね。そんなことを言えるわけがない。私だって、住みたくて義実家に住んでるわけじゃないし。また、結婚してから、一年経っても、子供ができないでいると。あんたが悪いんじゃないの？息子は飛んだ、不妊女を捕まされたよ。と言われ、私のせいにされた。私も気になって、不妊の検査を受けたんだけど、特に問題はない、という検査結果が出た。ということは、夫の方に問題があるんじゃないかな。姑に知られたら、絶対に切れて否定するだろうけど。毎日のように罵詈雑言を浴びせられた私は、とうとう限界が来て、また夫に助けを求めた。働きながら家事もやってるのよ。そんな完璧にはできないよ。実家からお金を借りるのも無理。あなたからもお母さんに言ってよ。私は本当に苦しい思いをして、夫に助けを求めたんだけど、その時の夫の言葉は信じられないものだった。そんなの、適当にスルーしとけよ。いちいち気にしすぎだ。人として、器が小さいんじゃないか？お前はうちに嫁に来たんだから、いい加減、母さんのやり方になれろよ。夫は、私をかばってくれないどころか、姑の味方をする始末だった。何があっても、私の味方をするって言ってくれてたよね。私は、愕然としながらも伝えると、夫は、味方をしようにも、お前の努力が足りないんじゃな。夫の冷たい言葉に、ついに私は、愛想が尽きた。翌日、夫と姑の不在時に、離婚届と結婚指輪と書き置きを残し、私の通帳とカードと給与明細を取り戻して、義実家を後にした。二度と帰らないと誓って。実家に帰って、両親の顔を見ると、なぜか泣けて仕方がなかった。離婚するなら、事情を説明しなければいけない。もういい大人だし、恥ずかしかったけど、私は小さな子供に戻ったように、自分が受けた仕打ちを、泣きながら両親に話すと、二人とも、義実家に激怒して、離婚に賛成してくれた。そのうち、私の書き置きを見た夫が、実家まで追いかけてきた。とりあえず、インターホン越しに話すと、謝るから、戻ってきてくれ。と必死に訴えてくる。いくら謝られてもあの姑との同居は二度とごめんだし、夫への愛情もすでに枯れ果てている。正直もう会いたくないけど、また来られても困るし、ケリをつけないとね。やむを得ず夫を家にあげた。激怒しているうちの両親から、娘は返さない。と宣言されると、夫は私と両親に泣きながら土下座して懇願した。こちらの婿に入っても構いません。彼女がいないと生きていけないんです。そりゃそうだ。結婚して一年が経つけど、生活費は姑に奪われた私の給料で賄っていた。
夫は自分の給料を一度も家計に入れていない。マイホーム貯金をしているのかと思いきや、バイクにゴルフ、釣りと趣味のために散財していた。要するに、私の給料が惜しいわけね。自分の男を見る目のなさを思い知ったわ。夫の言葉を聞いた母は、ぷっと吹き出し、微笑を浮かべると、あら、じゃあまずは、あなた、婿に入りたいなら、源泉徴収票を提出してくださいね。うちの家計は、私が管理してますので、年収を把握しておきたいんです。私も、年末に、源泉徴収票を、姑に無理やり奪い取られていた。さらに母は、夫に次々と、入り婿の条件を叩きつけた。当然、お給料は全額、うちに入れてくださいね。婿の分際で、お小遣いが欲しいとか、言いませんよね。ちょっと見た目が悪くて、うちに釣り合わないけど、そこは、収入で補えるように、頑張って。それと、婿なんだから、仕事から帰ったら、今家の家事も、完璧にこなすように。母は、私が姑に言われたことを、そのまま夫に言い返していたのだ。そして、夫への要求は、さらにエスカレートしていく。ああ、そうそう、婿なんだから、今家のために、車を買い替えてください。それと、台所をリフォームしたいから、そのお金もよろしく。え？そんなお金はないですって？気が利きませんね。お母様からお借りになったら？まだ元気に働いてらっしゃるんでしょ？母からの要求に、夫は涙目で、たじたじになっていた。それに気づいた母が、とどめ、とばかりに、あなたのお母様が、うちの娘に、おっしゃったことですよ。全部、ちゃんと聞いてもらいます。夫は、何も言えなくなり、ただ頭を下げるばかりだ。母の攻撃を、笑って聞いていた父が。ああ、でもうちは、種なし男を、婿に入れるつもりはないんだ。と、夫にとどめを刺した。え？種なしって。と、唖然としている夫に、父は、娘は、不妊検査を受けて、問題なかったそうだよ。子供ができないのは、君の問題だろ？私は、姑の反応が怖くて、実家に帰るまでは、誰にも言えなかった。寝耳に水で、愕然とする夫を、父は家の外に追い出し、後で弁護士から連絡させるよ。では、さようなら。そう言って、ドアを閉めた。痛快だった。両親のおかげで、すっきりしちゃった。ありがとう、お父さん、お母さん。その後、父が紹介してくれた弁護士が動いて、離婚が成立。結婚してから、一年間分の私の年収と夫の年収を足して、その半分を慰謝料として一括請求。趣味にお金を費やしていた元夫は、慰謝料を出し渋っていたそうで、まったく人としての器が小さいのはどっちよ。経済的 DV と精神的 DV が離婚の原因だと。弁護士から説得されると、元夫は仕方なく、借金をして、慰謝料を払った。その後、元夫と、共通の友人から聞いたところによると、元夫は、再婚相手を見つけるために、婚活をしたらしいけど、借金の返済に追われて、思うように婚活できないみたい。家計のために、元姑も、習い事を辞めて、パートの日数を増やしたとのこと。元夫は離婚の原因が
元姑にあると思って、最近仲が悪くなっているそうだ。確かに元夫がいい人を見つけても、あの元姑に合わせると、皆逃げていってしまうかもね。もう一生、元姑と二人で生きていけばいいのよ。私は当分、実家で暮らして、両親に親孝行していこうと思います。最後までご視聴、ありがとうございました。私はあやみ、29歳の専業主婦。夫の掃除とは料理教室で知り合い、結婚して3年になる。そして、先月、義父が体調を崩したことをきっかけに、義両親との同居生活が始まった。義父は私のことを娘同然に接してくれて、近所の安いスーパーや美味しいカフェなんかも教えてくれる。代わりに、私は料理を教えたりして、慣れない義実家暮らしをストレスなく過ごせていた。唯一の気がかりなのは、義母とうまくいってないこと。理由はわからないが、義母は私に対して少し冷たい。どうにかいい関係を築きたいとは思っていたが、なかなかきっかけをつかめないでいた。母さん、人見知りだからな。そうなんだ。どうにか距離を縮めたいんだけど。大丈夫。焦る必要ないさ。まだ一緒に暮らして一月だろ？これから時間を共有してけば、自然と仲良くなれるよ。そっか。そうだよね。ごめん。話聞いてくれてありがとう。こっちこそ、母さんのこと気にしてくれてありがとな。ところでさ、今度4人でご飯行かないか？ご飯？そう、父さんのリハビリがてら出かけたくて、たまにはこういう親孝行もいいかと思って。こうして、私は義両親と夫と食事に出かけることになりました。これは最高にうまいな。美味しいわね。高級料理を4人で楽しみ、ある程度落ち着いた頃。そういえばここのオーナー、俺の恩師でもあるんだ。父さんとも話したがってたから、今はちょっといいかな。ああ、いいぞ。そう言って、夫と義父が席を後にした。その時、一瞬、夫から目くばせが来た。おそらく、義母と二人で話せるよう、気を使ってくれたのだろう。こうやって二人で話をする機会って、なかったですよね。そうだったかしら？義母の態度は相変わらず冷たく、あまり話す気がなさそうだった。けれど、せっかく夫が作ってくれた時間なので、もう少し話をしてみることに。私、お母さんって存在にすごく憧れてるんです。そう。やっぱり反応はいまいちだ。でも、次に二人で話をできるタイミングがいつ来るかわからない。私は何とか話をしようと言葉を紡いだ。お母さんは女で一つで育ててくれたんです。一人暮らしをするようになってからお母さんの凄さを実感して。だから私もお母さんみたいに立派な人になろうと思って。最初に反応して以降は義母はじっと黙って話を聞いていた。だからてっきり聞き入ってくれていると思ってた。なので、もしよかったら、お料理とか教えてほしい。なんてことなの？え？あなた、片親なの？半端者ってこと？そんな人がうちにいるなんて信じられない。おかしいと思ってたの。お父さんも掃除も、私を放ってあなたばっかり構って。この家を乗っ取るつもりなのね？このメギツネ。え？いえ、そんなことこれっぽっちも。嘘おっしゃい。私には全部わかってるんだからね。あんたなんて追い出してやるんだから。私は突然の出来事に呆然としました。仲良くなる糸口になればと身の上話をしたつもりが、まさかこんなに激しく拒絶されるなんて。どうした？大きな声が聞こえたな。お料理について語り合ってたら熱くなっちゃって。
ああ、あやみもお母さんも料理好きだもんな。趣味が合うようでよかった。そろそろ帰りましょうか。今度久しぶりに私も料理しようかしら。おお、それは楽しみだ。さっきまでとは打って変わって明るく振る舞う義母。その変わりようにゾッとしました。そして、その日から悪夢が始まった。あやみさん。はい、何でしょうか。ここ、汚れが落ちてないわ。掃除もまともにできないの？すみません。まったく、これだから半端者は。そこはさっき掃除したはずなんだけどな。そう思いながら汚れを落とそうとしたが、水拭きをしても落ちない。どうやらこれは油性ペンで故意的につけられたもののようだ。十中八九、義母の仕業だろう。あの日からこんなことが何度も何度もありました。そして、決まって私が母子家庭であることを馬鹿にする。あやみさん、大丈夫？疲れているのかしら？すみません。すぐにご飯を作ります。この日は永遠と掃除させられ続け、他の家事が全く手につかなかった。大丈夫か？疲れてるなら頼ってくれよ。ごめんね。仕事終わりで大変なのに。大丈夫。気にするなよ。結局、その日は早く帰ってきた掃除が夕飯を作ってくれた。私は申し訳ない気持ちでいっぱいだった。そして、同時にいびった時に限って、みんなの前で私を慰める義母を恐ろしくも思う。こういう日もあるわよね。いいのよ、あやみさん。ありがとうございます。言い返すこともできず、私は不満がどんどん溜まっていった。あら、ここの汚れひどいわ。あやみさん、ダメじゃない。それ、油性ペンでお母さんが書かれたものですよね。黙らっしゃい。あなたの仕事でしょ？だからって、故意に汚れを作られては困ります。自分のミスを人に押し付けるの？これだから片親は。わかりました。もう一度掃除するので、どこかに行ってください。最近の若者は切れやすいわね。ああ、怖い怖い。他にも、ちょっとあやみさん、お父さん高血圧で大変なの。あなたの味付けは濃すぎるわ。わかりました。でしたら調整しますね。あなたの味付けは信用できないわ。私が味付けしてあげる。そして、食卓に出した料理の評価は、案の定最悪でした。なんだこれ。なにこれ、食べられたものじゃないわ。あなた、適当に作ったんじゃないでしょうね。お母さんが味付けしましたよね。まあ、何を言ってるの？今日は会合があったから、料理をする時間なんてないわよ。なんとなく予想はついていましたが、やはり私のせいにしてきた。最近調子悪いのかい？無理はいかんぞ。何かあったらちゃんと言ってくれよ。何でもないんです。すみません。夫は仕事で大変だし、義父は元気そうに見えて、実は体調は芳しくない状態。そんな二人に辛労をかけさせるわけにはいかない。どうにかして自分で対処しなければ。寝室で一人考え込んでいると、夫が話しかけてきた。あやみ、母さんと何かあった？え、なんで？今日のやりとり、違和感があったからさ。それに、あやみがあんな味付けするはずないのは、一緒に料理教室へ通ってた俺が誰よりわかってる。実はね、私は掃除に義母のことをすべて話した。辛かったよな。気づくのが遅くてすまない。そんなことないよ。明日お袋と話してみる。ありがとう。しかし、そう簡単には解決しなかった。夫が義母に注意をしても、あのメギツネに騙されてるのねと義母は聞く耳を持たない。かといって体調の優れない義父にこんなことを伝えるわけにもいかない。
もうしばらく義母の様子を見て、改善がなければ別居も視野に入れようと夫婦で話し合った。そんなある日のこと。明日親戚がうちに来るの。宴会するからお料理よろしく。え？聞いてないですよ。明日なんて間に合いませんよ。覚えてないあなたが悪いんでしょ？必ず間に合わせなさい。今初めて聞きましたけど。いいから早く作りなさい。間に合わなかったら承知しませんからね。自分は伝えたと言い張る義母にカチンと来たが、そんなことを言っている場合ではない。俺も聞いてないな。あの人きっとあやみに知られると思って俺に黙ってたんだ。どうしよう。なんとか休みを取れないか聞いてみる。大丈夫。二人でやればなんとかなるさ。ありがとう。私は義父にも助けを求めることにした。てっきり聞いてたもんかと思っとった。前から決まってたんですね。ああ、これはすまんことをしたな。お父さんのせいではないですよ。わしも何か手伝えるか？もう1ヶ月以上あやみさんに料理を習っとるからな。簡単なものならできるぞ。実はお願いできたらと思ってお声をかけたんです。頼んでもいいですか？もちろんじゃ。ありがとうございます。私は掃除とお父さんの力を借りて、なんとか宴会当日に料理を間に合わせる算段を立てた。ところが当日、義母はとんでもないことをしでかした。あやみさん、ちょっと来なさい。食材の買い出しから帰ってきて仕込みに取り掛かろうとすると、リビングから義母の声がした。何ですかこれは。間に合わないからって適当なものを作って。いや、これ私じゃ。こんな犬の餌みたいな料理出せるわけないでしょ。そんな。何が料理が得意よ。こんなもの作って。半端者の分際で調子に乗るんじゃないわよ。それ作ったの私じゃないですよ。私は今さっき買い出しから帰ったとこです。え？俺が作った料理はそんなにまずそうか。あなた？その料理はお父さんが作ってくれたんですよ。何回も試行錯誤を重ねてようやく食卓に並べられるって喜んでたのに。そんなの私知らないわよ。お前があやみさんに親戚が来ることを伝えてなかったと来てな。急遽手伝うことにしたんだ。違うの。あやみさんが悪いの。知ってる？この人母子家庭なのよ。まともな教育も受けてないの。こんな半端者、この家にふさわしくないのよ。あなたのだって知ってたら捨てなかったわ。だから全部あやみさんが悪いのよ。いい加減にしろ。あなた？あやみさんがどれだけ俺たちのために尽くしてくれているのかわからないのか。毎日ご飯も掃除も全部やってくれて、その結果がこの仕打ちか？それは新参者なんだから当然でしょ。感謝の気持ちすら忘れたのか。母さん、もういい加減にしてくれよ。違うのよ。そこの女が私を陥れてくるの。陥れようとしたのは母さんの方だろ。ずっと一緒に暮らすつもりだったんだがな。まさか。お前は施設に入れる。しばらく頭を冷やしてこい。いやよ。全部あんたのせいよ。その後、義母が暴れ回り、うちで宴会をすることができなくなったため、近くにある中華料理店で宴会を行うことになった。当然、義母はうちに置いてけぼりだ。気づかなくてすまんかった。いえ、大丈夫ですよ。ちゃんと頭を冷やしてくれたらいいんだがな。その後、義母は施設に入ることになった。当初、反省したら義実家に戻ってくる予定だったが、あのメギツネがうちを乗っ取ろうとしてるのよ。と、どうやら施設でも暴れ回っているようだ。
さすがのお父さんも諦めたのか、義母のことを話題にすら出さなくなった。今では、三人で和気あいあいとした楽しい生活を送っている。今度、三人でピクニックに行かないか？無理だってば、あやみのお腹には赤ちゃんがいるんだぞ。だからこそだ。大自然に囲まれてリラックスするのは大切だろう。車で行けるんだったら全然問題ないわよ。それもそうか。よし、じゃあ来週にでも行くか。生まれてくる赤ちゃんと私たちの4人でずっと幸せに暮らしていきたい。私は楽しそうに笑う2人を見て強くそう思った。